こんばんは。どうですか。うなぎがね、うん、こうタイプ分かれるなっていう。うなぎがタイプ分かれる。かば焼きというか、まあ、うな重とかあるじゃないですか。うんうん、あるあるある。ほら、関東と関西で。うん、あ、焼きか蒸しかって話。そうそうそう。まあ、焼きの方がなんか表面カリッとしてんだっけ、うん、基本的にはさ、やっぱこっちで食べるのって、大体まあ、一回蒸して、うん、そこからまあ表面ちょっと焼くみたいな。蒸し焼きなんだ。で、それをずっとまあ、大体うなぎ連れてってもらったりって言うと、そっちを食べてたんだけど、うん、東京だとね。うん、行ったんですよ、関西風の。うん、違うの？抜群に俺そっちが好きだね。関西風何なの？蒸さない？もう蒸さない。焼くんですよ。焼くのよ。もう、かなりパリッパリに、皮と。多分そっちあんま馴染みないかも。ないんだよ。俺もなかったんだけど。俺、幼少の頃だから関西にいたんだけど、はいはいはい、その時やっぱうなぎそんな食わないから、うん、覚えてない。俺ね、で、今まで、まあ別に美味しいなと思って食べてたんだけど、うん、あんまりふわふわなうなぎがなんか、しっくりきてないなって自分に感じてたのよ。え、待って、今までのうなぎしっくり来ないことある？いや、正直な、うなぎなんてどの店で食っても、ほぼ、一緒じゃん。間違いなくうまいんだよ。タレもうまいし。うなぎってだけでテンション上がるから、もう蒸してるか焼いてるなんかかなんて。はいはいはい。意識の外だもちろんもちろん、ごちそうだって認識なんだけど、うん、なんか、うひょーっていうことではなかった、うん。嘘つけよ。うなぎなんて絶対うひょだよね。私大好き。普通の人は好きだよね。うなぎなんてどのうなぎ食ってもどこで食ってもうひょ。俺でも実際にそのまあ、すごいね、東京にある昔から老舗のね、名前は別に伏せますけど、うん、っていうとこ紹介されて行った時も、うん、あ、なるほどねっていう感じだったんですよ。はちょっと調子こいちゃってますけど、でその聞いてね、関西風のところを行ったらさ。もう衝撃走ったよ。え、それ関西風の東京の店なの？そうそう、東京の。あ、東京で食えるんだ。銀座にある、ひょうたん屋さんっていうところ。銀座でうなぎ食ってんだね。ふざけやがって。終始この曲調子こいてます。お前は路地裏で、だけど、路地裏でおにぎりを食え。路地裏でおにぎりってなんだ。そんなグルメはね。うん。いや、ごめんなさいけど、食べて一回。銀座これ騙されたのに一回食べてみる。騙された状態のやつは銀座でうなぎ食えねえんだよ。これマジで。なんだ連れてってください。別に無意識だけど、今まで。いや、レミちゃん、すぐ連れてってもらおうとする。連れてかれ癖すごいよ。連れてかれ癖。美味しいものすぐ連れてってもらおうとするじゃん。自分で言って、絶対。え、それ何が違うのよ。いや、もうね、食感もちろん違うよね。うん、本当になんていうのパリって言うのよ。うん、噛むと。ふわじゃないの？ふわじゃない。表面はもうパリ、うん。で、なんかびっくりしたんだけど、すごくね、弾力あるのよ、ちょっと。ふわふわじゃない。普通はさ、もう下と。ふわふわがいいんじゃないの？いやいや、だからそうなのよ。俺ももちろんそう思ってたのよ。裏切って。ふわふわでもう口の中でこう溶けるようなというか、ちょっと柔らかいね。食べてくださいよ。食べてないのにそんなイチャモンをつけないでください。お前はビルとビルとの間で飴を舐める。そのグルメなんだ。ビルカズラ。路地裏のおにぎりとビルと合間の飴玉のグルメなんだ。銀座でうなぎ。いや、それ関西風じゃなくてもうまいんじゃないの？銀座でうなぎ食ったら。いやいや、もうそこはそれ売りだから。関西風っていう。知らないね。びっくり。パリの後のね、弾力がすごくて。いや、これをごめんなさいね。まあ、もちろん、ご存知っていう方はいっぱいいらっしゃると思うよ、これ聞いてる人でも。いや、でも、いや、知らない人の方が多いんじゃない？俺は本当にハマってしまった。うなぎなんてしょっちゅう食いは行かないもん。うなぎ月一食ってたらセレブだよな。月一もまあもちろん食べてないけど。そうです。うなぎってどんぐらいで食うのがいいんだろうな。いやいや、まあ、月一って言ったらいいとこの人よ。うん、食べる、うん、レミちゃん。大丈夫、おととしぐらいかな。すげえ前だった。頑張れ頑張れってなんだ。連れて枯れなきゃいけないんだよ。大学生だから。いや、そうだよな、うん、でもだから、ワンクールに一回ぐらい、ね、3ヶ月に一回ぐらい行けてたらかなり余裕はかもせるよね。で、じゃあ次行くときはちょっと行って、関西風。で、感想聞かして。ああ、わかった、はい。そんなに言うんだったら。すいません、なんか熱くなっちゃってね。だから、はい、うなぎがふわふわが全然しっくり来なかったって言ったじゃん。CM 中にね、ちょっと。藤森くんってね、もともと、かば焼きかば焼きって出されてたものが実家ではうなぎじゃなかったんだよね。はい、何だったっけ、ちくわです。だからじゃない。だから弾力が欲しいんだよ。それ今、CM 中に言われて、うん、稲妻落ちました。これだ、うん、それを俺追い求めてたんだ。そうだよね。俺母ちゃんにずっとかば焼きってちくわを開いてタレ塗ったやつ食べさせられてたんだ。だからちくわ求めて弾力が欲しいから、はい、うなぎが物足りなかったんだろ、はいはい、なるほど、そうかもしんない。だってうなぎ物足りないやついないもん。いや、謎はすべて解けた。いや、ま、悲しいな。
だから俺関西風が好きなんだって。いいよ、銀座行け。はい、銀座行けよ。いいでしょ、俺長野から出てきて頑張った、うん、でもさ、ちくわ食ったら、一番理想の味になるじゃん。確かに。安上がりじゃん。あんまりあの、ふわふわなうなぎがなんか、しっくりきてないなって自分に感じてたのよ。え、待って、今までのうなぎしっくり来ないことある？いや、正直な、うなぎなんて、どの店で食っても、ほぼ、一緒じゃん。間違いなくうまいんだよ。タレもうまいし。うなぎってだけでテンション上がるから、もう蒸してるか焼いてるなんかかなんて。はいはいはい。意識の外だもちろんもちろん。ごちそうだって認識あるんだけど、うん、なんか、うひゃーっていうことではなかった。嘘つけよ。うなぎなんて絶対うひょだよね。私大好き。普通の人は好きだよね。うなぎなんてどのうなぎ食ってもどこで食ってもうひょ。俺でも実際にそのまあ、すごいね、東京にある昔から老舗のね、名前は別に伏せますけど、うん、っていうとこ紹介されて行った時も、うん、あ、なるほどねっていう感じだったんですよ。ちょっと調子こいちゃってますけど、でその聞いてね、関西風のところを行ったらさ。もう衝撃走ったよ。え、それ関西風の東京の店なの？そうそう、東京の。あ、東京で食えるんだ。銀座にある、あの、ひょうたん屋さんっていうところ。銀座でうなぎ食ってんだね。ふざけやがって。終始この曲調子こいてます。お前は路地裏で、だけど、路地裏でおにぎりを食え。路地裏でおにぎりってなんだ。そんなグルメはね。うん。いや、ごめんなさいけど、食べて一回。銀座これ騙されたと思って一回食べてみる。騙された状態のやつは銀座でうなぎ食えねえんだよ。これマジで。なんだ連れてってください。別に無意識だけど、今まで。いや、レミちゃん、すぐ連れてってもらおうとする。ね、連れてかれ癖すごいよ。連れてかれ癖。美味しいものすぐ連れてってもらおうとするじゃん。自分で言って、絶対。え、それ何が違うのよ。いや、もうね、食感もちろん違うよね。うん、本当になんていうの、パリって言うのよ。うん、噛むと。ふわじゃないの？ふわじゃない。あの、表面はもうパリ、うん。で、なんかびっくりしたんだけど、すごくね、弾力あるのよ、ちょっと。あの、ふわふわじゃない。普通はさ、もう下と。あのふわふわがいいんじゃないの？いやいや、だからそうなのよ。俺ももちろんそう思ってたのよ。裏切って。あのふわふわでもう口の中でこう溶けるようなというか、ちょっと柔らかいね。ちぐ、食べてくださいよ。食べてないのにそんなイチャモンをつけないでください。お前はビルとビルとの間で飴を舐めろ。そのグルメなんだ。ビルカズラ。路地裏のおにぎりとビルと合間の飴玉のグルメなんだ。銀座でうなぎ、いやそれ関西風じゃなくてもうまいんじゃないの、銀座でうなぎ食ったら。いやいや、もうそこはそれ売りだから。関西風っていう。知らないね。あのびっくり、パリの後のね、弾力がすごくて、いやこれをごめんなさいね。まあもちろんご存知っていう方はいっぱいいらっしゃると思うよ、これ聞いてる人でも。いやでも、いや知らない人の方が多いんじゃない？俺は本当にハマってしまう。うなぎなんてしょっちゅう食いは行かないもん。うなぎ月一食ってたらセレブだよな。月一もまあもちろん食べてないけど。そうです。うなぎってどんぐらいで食うのがいいんだろうな。いやいや、まあ、月一って言ったらいいとこの人よ。うん、食べる、うん、レミちゃん。大丈夫、おととしぐらいかな。すげえ前だった。頑張れ頑張れってなんだ。連れて枯れなきゃいけないんだよ。大学生だから。いや、そうだよな、うん、でまあ別に美味しいなと思って食べてたんだけど、うん、あんまりあの、ふわふわなうなぎがなんか、しっくりきてないなって自分に感じてたのよ。え、待って、今までのうなぎしっくり来ないことある？いや、正直な、うなぎなんて、どの店で食っても、ほぼ、一緒じゃん。間違いなくうまいんだよ。タレもうまいし。うなぎってだけでテンション上がるから、もう蒸してるか焼いてるなんかかなんて。はいはいはい。意識の外だもちろんもちろん、ごちそうだって認識あるんだけど、うん、なんか、うひゃーっていうことではなかった。嘘つけよ。うなぎなんて絶対うひょだよね。私大好き。普通の人は好きだよね。うなぎなんてどのうなぎ食ってもどこで食ってもうひょ。俺でも実際にそのまあ、すごいね、東京にある昔から老舗のね、名前は別に伏せますけど、うん、っていうとこ紹介されて行った時も、うん、あ、なるほどねっていう感じだったんですよ。ちょっと調子こいちゃってますけど、でその聞いてね、関西風のところを行ったらさ。もう衝撃走ったよ。え、それ関西風の東京の店なの？そうそう、東京の。あ、東京で食えるんだ。銀座にある、あの、ひょうたん屋さんっていうところ。銀座でうなぎ食ってんだね。ふざけやがって。終始この曲調子こいてます。お前は路地裏で。だけど。路地裏でおにぎりを食え。路地裏でおにぎりってなんだ。そんなグルメはね。うん。いや、ごめんなさいけど、食べて一回。銀座これ騙されたと思って一回食べてみる。騙された状態のやつは銀座でうなぎ食えねえんだよ。これマジで。なんだ連れてってください。別に無意識だけど、今まで。いや、レミちゃん、すぐ連れてってもらおうとする。ね、連れてかれ癖すごいよ。連れてかれ癖。美味しいものすぐ連れてってもらおうとするじゃん。自分で言って、絶対。え、それ何が違うのよ。いや、もうね、食感もちろん違うよね。うん、本当になんていうの、パリって言うのよ。うん、噛むと。ふわじゃないの？ふわじゃない。あの、表面はもうパリ。うん。
で、なんかびっくりしたんだけど、すごくね、弾力があるのよ、ちょっと。あの、ふわふわじゃない。普通はさ、もう下と。ふわふわがいいんじゃないの？いやいや、だからそうなのよ。俺ももちろんそう思ってたのよ、裏切って。あの、ふわふわでもう、口の中でこう溶けるようなというか、ちょっと柔らかいね。ちぐ、食べてくださいよ。食べてないのに、そんなイチャモンをつけないでください。お前はビルとビルとの間で飴を舐めろ。そのグルメなんだ。ビルカズラ。路地裏のおにぎりとビルと合間の飴玉のグルメなんだ。銀座でうなぎ、いやそれ関西風じゃなくてうまいんじゃないの、銀座でうなぎ食ったら。いやいや、もうそこはそれ売りだから。関西風っていう。知らないね。あのびっくり、パリの後のね、弾力がすごくて、いやこれはごめんなさいね。まあもちろんご存知っていう方はいっぱいいらっしゃると思うよ、これ聞いてる人でも。いやでも、いや知らない人の方が多いんじゃない。俺は本当にハマってしまった。うなぎなんてしょっちゅう食いは行かないもん。うなぎ月一食ってたらセレブだよな。月一もまあもちろん食べてないけど。そうです。うなぎってどんぐらいで食うのがいいんだろうな。いやいや、まあ、月一って言ったらいいとこの人よ。うん、食べる、うん、レミちゃん。大丈夫、おととしぐらいかな。すげえ前だった。頑張れ。頑張れってな。連れて帰れなきゃいけないんだよ。大学生だから。